シルバークイーンは、川崎近海汽船が運航しているフェリー。シルバークイーン2の大船として、三菱重工業下関造船所で建造され、1997年9月に、八戸苫小牧航路に就航。八戸13時発、苫小牧23時59分発の便に、就航していた。2015年には、室蘭宮古航路の開設検討に関連し、室蘭港。 フェリーターミナルに試験機構を行った。2018年には、シルバーティアラ就航に伴って4月24日に、通常運航を一旦終了し、5月11日から6月19日に、かけて、トマコマイ航路3隻のドック入り時の台船として、用いた後、6月22日に、室蘭宮古航路に転属した。建造から年数が経過し、焼却が進んでいるものの、 新航路開設にあたるリスク低減を図るべく、元船が新航路に入れられることとなった。2018年10月6日からは、輸送実績の低調に伴い室蘭発便に八戸機構を追加し、運休日なしの1日1往復から週6往復の運航となり、2020年4月1日からは、宮古港への機構を休止し、八戸室蘭航路での運航となる。 船体側面のラインカラーはブルーグレーである。当初は上のブルーラインがファンネル下付近、下のグレーラインが船尾付近まで伸びた形で船尾のグレーライン上にシルバー、フェリーのグレーのロゴが対処されていたが二0十二年には同年に就航したシルバープリンセスに準じた形に塗り替えられ上のブルーラインが水色になりブルーグレー両ラインとも 線尾付近までの長さとなり、ブルーラインの中に、白抜きで小さく、シルバー、フェリーの新ロゴが書かれている。旅客サービスの集約化、モーダルシフトに対応したドライバー設備のグレードアップ、二役効率工場等に配慮された設備として、多様な客室、エントランスをベースとした公室、気軽、手軽な食事を提供する、オートレストラン、甲板間の迅速な移動のためのエレベーターが、 設置された。2015年7月31日、八戸港から苫小前港へ航行中、苫小前沖で火災が発生したサンフラワー大雪の救助活動に参加、乗客39人を救助した。また、非番で乗り合わせていた戸和田地域広域事務、組合消防本部の隊員8名が、救助者の人数や氏名を集計、負傷の有無を確認するなど、 救助活動に協力した。同社の老老船北大丸も救助活動に参加している。2020年2月、新型コロナウイルス感染防止のため2月12日から2月29日の間、運休し、防衛省要請に応え、横浜港での自衛隊支援に当たることを発表した。クルーズ船、ダイヤモンドプリンセスの防易措置に対応した自衛官の拠点や、 宿泊施設として、白王と共に近隣に接岸され使用された。ありがとうございます。